皆さんこんにちは。法徳学院学習ブログのとしです。中学校の歴史3分チェックプラスアルファ、この3分チェックプラスアルファというのは、まず最初に大切な言葉、これを3分間で覚え、次に穴埋め問題として覚えているかどうかをチェック、最後にプラスアルファとして簡単な問題を解く、こういう作りになっています。今回は人類の誕生、この中で5つの言葉を覚えていきます。では始めます。今から700万年前、地球上に初めてアフリカに人類、これが現れました。この人類のことを猿人と言います。猿人は後ろ足で立って前足で道具を使い、石を打ち替えて作った打製石器、これを作るようになりました。石を打ち欠くというのは、石と石をぶつけて割って、この割った部分鋭いですよね、この部分を刃物として使う石器、これを打製石器と言います。約260万年前、地球は氷河期に入ります。そして約240万年前、教科書によっては約200万年前となっているものもあります。その時原人が現れました。原人は火を使い始めて、簡単な言葉、これを使うようになっていました。そして約20万年前、この時代に現在の人類の直接の祖先である私たちの祖先が現れたんですね。これ新人、これが現れました。この新人はどんどん進化していって、新しい石器を作るようになっていきます。それは石を磨いて作った石器、これ磨製石器、これを使うようになったんですね。覚える5つの言葉、猿人、打製石器、原人、新人、磨製石器、この5つです。ではもう一度確認しますね。今から700万年前、地球上に初めての人類が現れました。アフリカで現れました。この人類を猿人と言います。猿人は後ろ足で立って前足で道具を使って、石を打ち替えて打製石器を作るようになりました。それから約260万年前、地球は氷河時代に入ります。約240万年前、原人が現れました。原人は火を使い始め、簡単な言葉、これを使うようになっていました。そして約20万年前になると、現在の人類の直接の祖先である新人が現れました。新人はどん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 進化していって、石を磨いて作った磨製石器、これを使うようになっていきます。では穴埋めでチェックをしていきます。穴埋め問題で覚えているかどうかチェックしていきます。下線の部分に数字が書いてあります。先ほど学習した言葉が入るんですけれど、同じ番号のところは同じ言葉が入ります。私が文章を読んでいくので、この数字のところ、皆さん私と一緒に先ほど学習した言葉入れて読んでみてください。では始めます。今から700万年前、アフリカに人類が現れました。この人類を猿人と言います。猿人は後ろ足で立って前足で道具を使い、石を打ち替えて打製石器、これを作るようになりました。約260万年前、地球は氷河時代に入ります。約240万年前、原人が現れました。原人は火を使い始め、簡単な言葉を使うようになっていました。約20万年前になると、現在の人類の直接の祖先である新人が現れました。新人は新しい道具を使うようになっていました。その道具、石を磨いて作った石器、これを磨製石器と言います。もう一度やってみますね。今から700万年前、アフリカに初めて人類が現れました。この人類を猿人と言います。
エンジンは後ろ足で立って前足で道具を使い、石を打ち替えて打製石器を作るようになりました。約260万年前、地球は氷河時代に入ります。約240万年前、原人が現れました。原人は火を使い始め、簡単な言葉を使うようになっていました。約20万年前になると、現在の人類、私たちの直接の祖先である新人が現れました。新人は新しい道具を使うようになっていきます。その道具、石を磨いて作った石器、磨製石器と言います。ではプラスアルファで簡単な問題を解いてみましょう。プラスアルファでは5つの問題に答えていきます。ここに5つの問題があります。この5つの問題、問題を読んだ後すぐに答えが出てくる人、これって内容を理解している、覚えちゃったってことですよね。ですからここで答えがスラスラ出てくるようになるまで練習をします。私と一緒に練習をします。問題を読んで答えを言っていくので、その部分で皆さん答えの部分を覚えちゃってください。答えはホワイトボードには書きません。口でしか言わない、ね、最初に問題と答え確認するので、そこで覚えちゃってください。では問題と答えを確認すると、1番、約700万年前、地球上に最初に現れた人類は何ですか。これはエンジンですね。2番、約240万年前、現れた原人の特徴、これは火を使うようになっていた、簡単な言葉を使うようになっていた、この2つですね。3番、約20万年前に現れた現在の人類の直接の祖先は何ですか。新人です。4番、打製石器を説明しましょう。これは石を打ち替えて作った石器。5番、磨製石器を説明しましょう。これは石を磨いて作った石器。では私が問題を読んで次に答えを言っていくので、の答えの部分、皆さん私と一緒に言ってみてください。続けて3回練習をします。では始めます。1番、約700万年前、地球上に最初に現れた人類は何ですか。エンジン。2番、約240年前に現れた原人の特徴は何ですか。火を使うようになっていた、簡単な言葉を使うようになっていた。3番、約20万年前に現れた現在の人類の直接の祖先は何ですか。新人。4番、打製石器を説明しましょう。石を打ち替えて作った石器。5番、磨製石器を説明しましょう。石を磨いて作った石器。2回目いきます。1番、約700万年前、地球上に最初に現れた人類は何ですか。エンジン。2番、約240年前に現れた原人、この特徴は何ですか。火を使うようになっていた、簡単な言葉を使うようになっていた。3番、約20万年前に現れた現在の人類の直接の祖先は何ですか。新人。4番、打製石器を説明しなさい。石を打ち替えて作った石器。5番、磨製石器を説明しなさい。石を磨いて作った石器。3回目です。いきます。約700万年前、地球上に最初に現れた人類は何ですか。エンジン。2番、約240万年前に現れた原人の特徴は何ですか。火を使うようになっていた、簡単な言葉を使うようになっていた。3番、約20万年前に現れた現在の人類の直接の祖先は何ですか。新人。4番、打製石器を説明しましょう。石を打ち替えて作った石器。5番、磨製石器を説明しましょう。石を磨いて作った石器。皆さん、答えを言えるようになりましたか。今回は人類の誕生についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。